チース。本日はホスト風メイクしちゃうぞ。ありがとうございます。まあ、前回、K-POP 風メイクやらせていただきまして、もう大盛況でありがたいことに、金子さんにメイクをしていただきまして完成したんですけども、今回は私カナダナンバーワンホスト目指します。今日はホスト風カナダ、これをやりたいと思っています。じゃあ早速ナンバーワン目指してメイクしていきたいと思います。ホストって眉毛細い、ね、細い、まだまだこっからです。どう、画面の感じはちょっと怖いです。ちょっと怖い、ね、いやすごい金子マジックで女装サトプーにもなるし、 K-POP カナダで今回ホストカナダ。でもホストのこと飲んだことあるけど、はい、一緒にね、はい、いや男前だったよ、いい子だった、いい子たちばっかりだったし、すごい縦社会っぽいですね、うん、そういえばあと芸人さんを結構こうリスペクトしてくれてる人が多いから、そうすごいなんか気を使ってくれる、はあ、感じだったよ。でこれ歌舞伎町ナンバーワンホスト目指すから今日。金子さん看板になりますよ、ね、そう。もうあの歌舞伎町にドーンとでっかい看板で職業イケメンのところにホスト風カナダ、ホストカナダ。ゲンジナというんですか、ホストの方の名前あるじゃないですか。うん、何します？俺だったらやっぱり。歴史好きだから家康とか。いやもうなんかコメディホストさんっているじゃないですか、そっちかなって思っちゃいます。ちょっと家康子、孔家康とかね、もしくは武士と書いてたけし、流星とかじゃないですか。でもなんか多いのってなんかそういう、じゃあなんだろうな、ちょっと外国人っぽいんだったらキャリージムキャリー好きだから。あなんかこのトラックでね、そのよくあるじゃん職業イケメンみたいな、はい、で2人映ってたの、はい、で1人はまあまあ中性的な男性、はい、これがナンバーワンホストで、もう1人はなんか髪の毛の雰囲気も含めてパッと見よ、あのキャバクラの方に見えた、はい、女性のねだと思って名前見たら、純也みたいな名前だったの。はい。で、女性じゃなくて男性なの。おー、はい。けど見た目は、正直、もう女性。女性に近い男性が今人気なんだっていうのは、本当に思ったことない渋谷で。顔はどうですか？でもさっきとは確かに全然違う。確かにね、メイクで全然違う。目が違いますもんね。うん。さあ、こっからどうなるか。歌舞伎町ナンバーワンでしたっけ？歌舞伎町、目指すは歌舞伎町ナンバーワンホスト。カツラは、あれですね、母さん、その、オーダーしてるんですよ。あの、金子さんに言って、こんな感じがいいですと。そしたら金子さんが用意していただいて、セットもしていただいて。さあ、来ました、ズラです。こちら、これはもうオーダーしました。ザイメージあるでしょ。ちょっとでもなんか、うん、昔のホストっぽさもないですか。そのなんていうんですか、そのいやこれがこういう感じでしょ。いやまあはい、めっちゃわかるんですけど、うん、ホストさんっぽいんですけど、今はなんか結構、うん、ラフにこう、え、そうなの？パーカーに帽子みたいなホストさん多いらしい。ホストで？はい。パーカーに帽子？はい。スーツとかもあんま着ないみたいな。カジュアルな。いや、俺この間見たやつ着てたよ。どこで見たんですか？うん、看板。看板で見たよ。まあ、看板のでも。トラックとか。うん、いや、でもこれ、長髪ロン毛の感じはあんまり被ったことないから。2000年代な感じはしますよね。そう、いや、俺こういう人見たことあるよ。いつですか？看板で。看板で見たことある。あうん。それでは、これから、
カツラをかぶって、そして着替えたいと思います。後ほど。それでは、完成いたしました。歌舞伎町ナンバーワンホスト、金田さとし、こちらです。どうも、武士と書いて、たけしです。どう？もうバッチリホストです。うん、でしょ？めっちゃいいと思う。なんか僕ら見すぎて、うん、なんかちょっと今の金井さんの状態を、うん、裏入っちゃってるかもしれないです。裏っていうのは？そのなんか笑っちゃうっていうか。笑っちゃうってどういうこと？なんかその例えがたいんですけど、うん、その昔のガールズバンドの人みたいな。わかります？なんかやっぱ女性身があるというか。ちょっとね。歌舞伎町でちょっとあれか。そうなんでしょうね。うん、これもう、大宮だったらナンバーワンでしょ？そうですね。大宮だったら、ね。なんだろうね。いやでも全然いいよね。まあいいです。けどなんか女の子に見えます、やっぱ。画面だと特に。あ、ほんと？男装カフェみたいな。ああ、はいはい、めっちゃわかるわ、うん。確かに。女性が男装したカフェで働いてそうだね。なんか。わかる。普段塾さん。そう。そうです。あ、そうですね。確かに普段塾さん感があるね。うん、なんか。やっぱなんか女性顔なのかな、うん、じゃないですか。目かな。ちょっとこれ面外してみていい？なんかバーテンダーさんっぽい。あ、メイクはでもものすごい。メイクはいいよ。はい、やっぱこのズラがな、ちょっと。カナダさんに似合わなかったってだけだと思うんですけどね。なんならちょっとこっちのニットの方がいいもんね。あ、韓国頭でやったらこれで、外して。ああ、ああ。めっちゃいいっすよ。ナチュラルです。あ、確かに。こっち。今だね。これがだから今風か。はいはい。やっぱ2000年来過ぎたのか。ホスト業界の流行り側も K-POP に寄ってるっていう記事とかも結構ネットにある。なるほどね。じゃあそもそもこの俺らのホストのイメージがやっぱりこれだから、やっぱりちょっとさっきなんかみんなつけてみてあれみたいになったのか。なんかクスクスみんな笑ってたけど、やっぱこの感じのイメージがもう違うんだ、もはや。こっちの方がいいのか、やっぱでした。この方々はやっぱちょっと絶滅危惧種になりつつあるのかな。これなんか体験入学とかしたい、体験入店とかしたいね。したいですね。うん。なんかないですか？どうか。もうなんかちょっと、濃厚の吉村さんとかに聞いてみようか。吉村さん、くわ。なんか知り合いにホストの方がいるって聞いたことある。へぇ、うん。ということで、ぜひ皆さん、僕と一緒に美味しいお酒飲みましょう。おつんこ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますだし。